聴者の皆さんはね、ちゃんと利用規約を読んで携帯ゲームの登録してくださいね。いや、切ない圭介だよ。デビゲーやっていきます。まあ、俺は利用規約読まないタイプですけどね。デビゲーでは進んでいきましょう。前回このようにセーブしました。4人のパーティーが、おっと、メニュー開いたらこんな感じになるんだ。装備です。初期装備かっこいいと思ったけど、そんなにかっこよくないな。よう見たら初期装備だって鎧守る部分めっちゃ狭いやん。かっこ悪いところついとんな。これ装備ってほぼノーガードでないか。そんなで守れるか。体アイテムなし。デビコイン寿命ある、寿命ある。 0DC ってなんだ。デビコインか。あ、デビコインやな。課金なんかしてられるかもげ。アイテムはなんか出てきた。アイテム購入ですね。お前どこから見よったんや。ずっと見よったんか、お前。俺らの行動をさ。ストーカーじゃん。ストーカーの疑惑が。あ、デビコインと交換しろってか。で、左上が寿命なんか。単位とか書いてないけん、どれがどこまでの、このどこまでのメモリーがなんぼとかわからん。なんかおるで、なんかおるで。これ攻撃とかあった、あるな。ああ、Z でも攻撃か。口とけよ、口とけ。ほら、ボゲ、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 ボゲ、おっしゃ。経験値は？経験値ないん。経験値ないっぽい。謎解きだったな、そういや。なこれ、なんかのマークが4つあって、それぞれ足しと感じになって、イコールなんぼみたいな感じ。4枚のカードを集めて台座に置けばレアカードがゲットできますよ。お時間がございませんと方は、アイテム課金よりレアカードを手に入れることもできます。アイテム課金、アイテム課金、わー、アイテム課金、アイテム課金で手に入るんじゃか。出てきた、お前。いちいち出てくるんや。いちいちカードセットってある、本当に。なるほど、寿命を稼げばもう謎解きせんでいいですよみたいな。俺これ買おうかな。実況もうここら辺探索めんどくさい。まあ買わんけどさ、真面目にやけどな。初めての方には魔剣のカードを差し上げております。やったー、今ならなんとかもらえるってやつやな。 CM でやんよる。やったー。でここに置けばいいんじゃ。あ、ちゃうん。え、そういうわけじゃない。あー、最後に全部ポンポンって置くんかな。わあ、変なおる、変なおる。こいつの名前なんて言うん。モンスターなら名前ぐらいあるだろ。よいしょ、オッケー。これは何、これ何、これ。草の中にボタンがある、押すでしょ。だいたいこういうんで押さんかった意味ない。あ、出てきた。やったー、カードまでの足場が出てきましたよ。簡単でした。なんて読むこれ。茨の女って読むこれ、もしかして。茨の女って何だ。ちょっとド S な、ド S な女の人のカードなんか。俺そういう趣味ないけん、そういう SM 的な趣味ないけん、いらん。どっかでプレミア高くついて売れそうやけん、どっかのマズ男に売れるそうやけん、ちょっとそいつらに売りたいぐらいだわ。大きな鏡だ。何これ、何のための鏡これ。あ、そうかそうか。これさ、ここでこう見てさ、この装備、自分の装備めっちゃかっこいいって見るんやな。ああ、そういうナルシストような格好悪いよ。装備格好悪いよ今。鏡で見て、ああ、なんこれって感じだ。主人公らかっこいいって言おったけど、俺はそう思わんけんな。言っとくけど、正解の像は一つ、鏡の前に像を映せ、動かせってことか。なんなんやろ正解って。なんなの正解って。なんもない。え、なんもない。これ正面まで持っていかなあかん。なんか動ける、なんか動ける。わあ、そんな、そんなんないわ。そんな、何が正解とか、正解とか不正解とかの判断基準ないやん。え、これ運ゲーなん。え、なんか情報あったん他の部屋に。これ何、鍵がかかっているみたいだな。細いわな。カードを差し込むのか。あ、それがこれやな。なんかハートを書いて、青い人のやつ書いとうけんさ、なんか男の美男子いますよみたいなカードやん。キャバクラ？キャバクラ？男版のキャバクラ？ホステス？ホステスか。ホステス？ホストクラブのカードなん？会員カードなん？いらんよ俺。
おいら男やし。これ何？押した。あ、火が消えとるんちゃうこれ。火の場所が変わったんやな。おお、すごいな。で、こっちが行けるけん。あっ！おびき寄せろ、おび。お前そこでおるな、お前そこでおるなよ。戻れ。戻って。戻って。邪魔だ。よいしょ。HP 削られたん。おし。あっ！ 2 回連続で押したみたい。OK。え？こっちはどうやって行くん？こっちどっかで消せるんかな？ん？あら？あら？ん？あれ、これはどうすればいい？あれ？他にスイッチないよな、これ。なんだろうね、これ。遊園地だよ。何ほんとこれ。なんか意味あるんだろうけど、これ、ここの辺通れんの？通れそうじゃないね。なんだ？何が起こってんの？ここ通れないよ。わからん。いきなりわからん。あ、待てよ。待てよじゃないよ。これ、白い部分がスイッチだろ？左下。これ、隠されたスイッチ。やったー！そういうことだ。やったね。されてる。これは？ドラゴンカード！男のロマンのドラゴンですか？デュエルマスターズ的な、遊戯王的なやつ。やったぜ！これで、地区大会も地区予選も突破だ。墓地の火のカードに、火のカードの数だけ効力が1000ずつ上がるやつや。カード何枚やったっけ今。これちゃうわだ。もう4、3枚だ。3枚手に入っとる。やな。じゃあ、これじゃないわ。こっちこっち。ここじゃ。これもう運任せなんかな。さて、3つの中からどれが正解か。俺の運が試される時や。俺赤好きなんで赤行くけどね。視聴者さんはどうだと思う？今のうちにちょっと答えを教えてくれんかな。正解した人の中から抽選で何もせんけど。まあ、言うならば、多分正解した人から抽選で肩の痛みが治ると思うんで。どれでしょう？赤、青、緑の中から選んでね。俺赤。おい、これが正解やろ。これ正解やで。これ正解やで。正解。正解やで。あっ！外れだった。外れだったわ。あ、俺肩の痛み治らんのじゃ。一生治らんのじゃ。二択になった。緑と青か。まず、ちょっとな、情報がないもん。どっちが正解かっていう情報がないもん。青かな。てかこれ、若干黒っぽいダークブルーってやつかな、これは。まあそんなんどうでもいいけどさ。判断基準とかあったんかな？全然わからんけどね。よっしゃー、ブルー。これが正解。お、動かんで。動かん。正解や。正解や。正解やけん何？正解やけど。な、正解やん。カードくれ、カード。何のカードか。カードは？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 な、カードは？な、カード？カード？な、カードは？あ、そうか、俺。Z を押しとるつもりが、下のあるときってやつ押しとったんかな。そりゃカードくれんわ。今何切りかかったん？今切りかからんでいいやん。連打しまくりよったら切りかかってもだ。これだ。やったー。出てき方雑。まあ、ガラス割れてそこにカードがあります。だって、魔法のカード。よし !4 枚揃ったな。やったー、魔法のカードだって。魔法とかあるん、このゲーム。だったら俺はさ、そうやな、車のガス欠が治る魔法を使いたいわ。アイテム。魔法のカード。魔力を固めた岩をカード化、眩しく光る。飛行石ってやつやん。多分飛行石や。飛べるんじゃ、持っとったら。これは？何時をいばらをまとった女性のカード。すすりなく声が聞こえる。これ、魔女の方だった。女性が魔女の方だった。S 男に歓喜の方だったよ。
俺の知り合いにドエスな人がおるけど、ね、教えてあげよう、このカードのこと。あげようかな、5万ぐらいで売ったろうかな。ドラゴンのカード、ドラゴンが封印しているカード。ほのかに暖かい。ほのかにってところがドラゴンの優しさ感じるんやけど、ドラゴン優しいタイプのドラゴンだった。負けのカード、封印された伝説の剣。巨大な体験だったようだ。体験か、欲しいな。とりあえずここに置けばいいんかな。ちゃうだ、本当にそうかは知らんけどな。あ、ちゃうんかな、こっち。ん、ああ、これ ここでいいかな。あ、やっぱここに置かなかったらあかんので、どれを置けばいいっていうか、そういう話かな。あれあれ、ちょっと待って、ですね。ああ、なんかちょっと出っ張っとうなと思ったら、こんなとこあったんや。やっぱ俺やったやん、やったやん、俺やるやん。何個こカードだ、カードの話はどうなったん、カードの話は、カードの話はセーブさせてくれんな。なんかすごいの出てきた。何だったん。今の何だったん。お、ちょっと教えてくれへん。てかカード、カードは、あ、これよう考えたら、これカードの置き場所書いとんじゃん、これちゃんと。そうじゃない、場所を間違っとった的な、そういう感じ。違うな。違ったわ。え、どうすればいいんや。え、ああ、こっから置くんじゃ。オッケー、今ここに4枚のカードが揃った。そして最後の1枚、これで俺はエグゾディアを召喚。敵のプレイヤーは敗北。違うゲームじゃないか。で、これ、これなんなん？で、これなんだったん？めっちゃ気になるんやけど、ガチャってなっただけになんなんこれ。あ、落ちた。あーあああ落ちるんかだ。ゲームオーバーなんか。ダメだこれや。もう次のパートから思いやられるわ、これ。はい。じゃあちょっともう区切りいいんで、ここで終わりにしますな。というわけで今回はこの辺で。こんなゲームオーバーある。うん、ほんと次のパートからいけるん俺。まさかさ、初ゲームオーバーが敵モブじゃないんやけんさ、敵キャラにやられてじゃないんやけんさ、自爆やけんさ。うん、もういいや。というわけで今回はこの辺で、仕上げ。やっとが終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。